吉野さんお疲れ様です今日はね野村正樹さんで行こうかなと思いますバーバラ・キング・ソルバーさんちょっと聞いたことがないんですけどもこれを機会に知ることになりましたで野村正樹さん多分ご存知ないと思いますけどもこの方はこの言葉はね多分聞いたことがあると思うんですよそれはですね凡人は不満を嘆き賢人は不満に学び達人は不満を生かすそして偉人は不満をも楽しむってやつなんですよねこのね あの、凡人は不満を投げきってあるでしょ。なんかね、こう、問題が起きた時に、嘆いて、なんかこう、愚痴ったりとかね。それから、人に相談事を持ちかけたりとかね。しまいにはその不満を誰かが解消してくれないかなっていうふうに、まよいを続けたりとかね。するわけなんですよ。まあ、凡人っていうことなんで、まあ、普通はこうですよね。でもやっぱ、普通の暮らし、普通の思考を抜け出そうと思ったら、 ちょっと先に出て、この、その不満から学ばないといけないのかなと。なんでこういう不満が来ちゃったのかな。それは自分のキャパシティを超えたのかな。なんでキャパシティを超えたのか。自分の力量が小さいのか。それとも、誰にでも対抗できるような問題じゃなくて、相当大きなつめが来ちゃったのかとかね。あとはその不満から学ぶことはできないかなと、うん。どうやったらこれを解消できるだろうか。とかね。不満でなくても困難をどうやったら 困難じゃないようにできるかなと、いうこととかね。うん、あのなんか懸垂がね、10回できる人にとってみたら、懸垂5回って楽勝じゃないですか。でも懸垂ができない人、そこまで体を作れなかった人ってのは、懸垂5回が至難の技なんですよね。まあ、こういうふうな相対関係になるときに、何か不満に立ち止まるということは、その不満をクリアするようなね、自分の力量が作れてなかったってことなのかなと思うわけなんですよ。 だそういうふうに全ては自分の内側にあると考えれば賢人つまり不満に学ぶことになるのかなとで、しまいにはあのそういったあ逆風を生かすっていうんですかね悪い状況を生かすこともできるわけですよ悪い状況から抜け出した人が誰もいないのかなって言ったら結構抜け出してる人がいてじゃあ自分に起きたピンチな状況ってのもなんかあしら抜け出すはしごはかけれるんだろうなと思ったりね で、ししまいにはその不満が起きることを楽しむわけですよ。おピンチだな楽しくなってきたなとどうやって攻略しようかなというふうに考えるわけなんですよ。まあ、ですんであの難しいパズルをね解くのが楽しいと感じるのかそれとも難しいパズルはただ面倒くさいだけというふうに頭が死んでしまっているのかっていうところなのかなと思うんですよね。うん、まあ、野村正樹さんはそういうことを言っていたということなんですけども野村正樹さんが言わなくても誰でもこのぐらいは思いつくだろう。 といいいいうううに思思んんでですすすけども誰にもも誰つかないもんなのかなななの自自問自答する日々でございますあちなみに吉谷さん30万おめでとうございます1年間で30万ねそれだけ見ると1年間で30万かってなるかもしれませんけども他のこともやってプラスアルファが30万ですからね、うん、あとはこの30万も1,000円の積み重ねでできてるってことまさに客数かける単価イコール30万 その通りですよ、ね、まあ少なくとも300人ぐらいの巣に吉田さんはこのみんなの銀行を紹介したと思うんですよだから30万になったと思うんですけどもじゃあその300人のうち一体何人が30万いくんでしょうかねおそらく一人もいかないと思うんですよそればかりがこんなおいしい情報を知ってても興味を持てない人がいるんですよねなんでしょうね相当お金に余裕がある人なんですかね いや30万は欲しいでしょう30万はいくら稼げるんだってもいるでしょう。稼げない人がこの30万に貪欲になれずに、一体どんなね、不満を嘆いてるんでしょうかね。いってらっしゃい。